はい、ヒルビル放送局 M キャストのまこねえです。今日はですね、カラオケ行きたいんです。めちゃくちゃ。そう、私は、全然一人カラオケ OK で、まあ、街中に住んでるんで、そう。まあ、東京ほどじゃないにしても、新潟県長岡市の中では、十分街中に住んでるので、まあね、長岡市の街中というと、まあ、外に出て5分以内に人に会うことができるぐらいの距離まあ1、2分もあれば、まあ、誰かしら人に会えるような、あの、人口密度のところに住んでます。はい。まあ郊外に住んでると、まあね、1、2分じゃ人に会うのは無理でしょうこの長岡ぐらいの人口だそう。新潟県長岡市はだいたい10万人ぐらいの都市ですね。新潟県第2位の都市で、そうですね、古くは田中角栄さんの、お膝元ってことで、まあ、有名だったかな。はい。まあ、上越新幹線が通る新幹線で、沿線で、長岡に止まらない新幹線は、多分、1本、2本しか、東京、新潟直通の新幹線が1本ぐらいあるかもしれませんが、まあ、基本的に、どの新幹線も長岡には止まります。まあそういう、あの、土地柄で、古くは、城下町の町でね、私が住んでるところはまさに、あの、城、あの、お城があった時の大手門近くに住んでます。なんでそんな話をしてんだろう。まあとにかくね、今日はね、なんかカラオケ行きたい、ギター弾きたいっていう感じで、まあどっから来てるかというと、昨日ね、まあ、明日から、明日じゃない、今日、これは、あの、明日の、配信する予定のやつを今日撮ってるんだから、明日から、アキナちゃんの、中森アキナさんのね、伝説のライブ、映像がデジタルリマスター版になって、公開されるんですよ。そう。まあ、それもあって、まあ、昨日からね、アキナちゃんの曲を、まあ、あの、ガンガン聴いてるんです。のね、あの、公開される、あの、映画に公開される、あの、元ネタのやつは、まあ、YouTube に載ってて、わざわざ映画館に行かなくても、まあもちろん元のやつを、まあフルでね、あの、YouTube で見ることもできるんですが、まあね、あの、ぜひね、アキナちゃんの、その、映画をね、やっぱ劇場でダウン容量で聞きながら、もう、心を震わせながら泣きたいみたいな感じもあって、まあちょっとこの映画は、もう、行かなきゃとか思ってます。はい。まあ3年間、16時間断食の目標としてる3年間は映画を見ないっていうふうなことにしてたんですけども、まあまあ、アキナちゃんの映画はライブなんで、いいでしょう。まあそこら辺は臨機応変に。まあそんなわけで、まあ今日はね、今日も、あの、収録する前まで、まあ、イヤホンでガンガン音楽聴きながら作業をやってたんですけども、まあ作業をやってるとね、なんかギター弾きたくなってくるのよ。私は本当にわかギターで、本当下手っぴで、あの、なんとかコード表、まあね、タグ譜を見ながら、まあ、あの、簡単な、あの、タグだってたらタグで、そんな複雑な曲じゃなければ、まあなんとなく人に聞かせるのはちょっと無理だけど、自分で楽しむ分ぐらいは弾けるぐらいな、まあ、感じなんですよ。そう。でも、私の部屋はね、もう本当に USB ペラペラの部屋なので、まあギターなんか弾けない。そう。だからってサイレントギターを持ってるわけじゃないので、まあね、あの、春先になると、ここから歩いて、そうですね、15分ぐらいの土手に行って、まあギターを弾いてるみたいな感じなんですけども、まあ、土手でね、弾いてたりするんですけども、まあ、夜な夜な行ってね、勝手に弾いてるみたいな。川に向かって一人で歌ってるみたいなことも、まあ、もうちょっと暖かくなるとね、ありますね。はい。
まあ、手っ取り早く弾こうと思えば、カラオケボックスに行って弾けばいいんですけども、あっちね、カラオケボックスも大好きで、そう、まあ、カラオケボックスっていうよりも、カラオケがあるパブとかスナック、まあ、パブ、大体パブだな。まあ、パブも、まあ、そこそこ音がいいところってあるわけですよ。まあ、音に気を使ってるところ。そう。まあね、ほんと音に気使ってないパブとかスナックは、ほんとカラオケボックス並みじゃないですか。そうじゃなくて、音に気をつけてるところは、ほんともう大きなステージで歌ってるみたいに、興奮気味に歌えるじゃないですか。まあ、そういうね、大きいステージがあるところで、まあ、私はそういうところで働いてたので、やっぱりね、お店暇な時はよくカラオケ歌って、絶対お客さんともよく歌ってたんですが、まあそういうところでね、やっぱ歌いたいんですよね。まあそれでもね、まあ手軽に、ギター弾いて、歌歌えてっていう感じのカラオケボックスには、まあ結構定期的に行っちゃうかな。一回行き始めると、もうほんと、まあ一週間に一回なくて、一週間に三回ぐらいずつ、まあしばらく続いちゃうみたいな、ほんと中毒性がありますよね、カラオケって。まあ私はね、普通に働いてるわけじゃないので、まあ変な人がね、寝てる時間に働いて、人が起きてる時間に寝てるみたいな生活してるので、まあまあ、大体ね、カラオケがお安い時間に 行くことができるんですよ。そう。まあ、なので、まあ、いつでも行こうと思えば行けるんですが、まあね、癖になると、まあ今は、ほんと、16時間断食にかかる、食べてる食事の方に、まあ、結構お金を投資してるので、まあ、そんな言うほど投資しないよね。ほんと今月は、ほんと好き放題食べ、飲み、寝てみたいな感じで。そう。私はやっぱね、お金がない方がしっかり16時間ダイエット進むなっていう風なのを最近実感します。そう、来月はね、もう最初、もう余裕を持たしてお金を残して、生活するんじゃ、来月まで持たせるんじゃなくて、もう最初からギリギリで、もう買ったものしか食べれない状態にしてからやろうかなと思ってます。そう。余裕があるとやっぱりドーナツ買っちゃったりとか買い食いしちゃったりとか、まあ、食べたいもん食べちゃうよね、なんて感じを感じてるんですが、まあね、そんなわけでカラオケ行きたいな、ものすごい行きたいな。そう。もちろんね、私イヤホンつけながら今ね、ゆるーくちょっとずつ音楽流しながら喋ってるんですけども、まあ、マイクには届いてないと思うんですけどね。まあ、スマホを流しながら勝手に歌っててもいいんですが 私ね、結構ね、自分で収録したのを寝る前になんか聞きながら寝落ちするパターンがあって、私がさ、ほぼ、音楽が流れなければ生オケじゃないですか。そう。生オケを皆さんが皆さんに勝手に歌ってるのを聞かれてると思うだけで、もう顔面真っ赤になるぐらい恥ずかしくてさ まあこのマイクで、まあ一人カラオケはちょっと無理だな もうちょっと慣れてきて、どうでもよくなってくると、じゃあ今日はカラオケ歌おうかみたいな感じで、カラオケ歌い始めるかもしれませんが、まあ今日はね、さすがにそれはちょっと恥ずかしすぎる。まあそんなわけで、ものすごく今日はね、カラオケ行きたいし、ギターも弾きたいし、とにかく声出したい。声出すんだったら、マイクに向かって好きなだけ喋ってればいいじゃんって、まあ突っ込まれそうですけども、まあね、マイクに向かって喋るのとカラオケのマイクだとまたちょっと違うでしょ そう。まあそんなわけでね、私がどんな曲を歌うかなんていうのを今日はお話していきたいと思うんですが、私はね、何でも歌います。で、知らない歌でも平気で歌います。はい。そう。っていうのは、私が自分でやってたね、岩手の宮古市でやってたお店は、カラオケも置いてありました。で、まあ、一曲いくらとかじゃなくて、もう、常に歌い放題みたいな感じで、もう勝手にカラオケボックスの仮に使ってくれ、みたいな感じだったんですけども、お客さんいないときはよくカラオケ歌ってました。そう。で、まあ、お客さんね、おい、まあ、こう、なんか、これこれ歌えるかとか言われると、まあ、歌えるって言っちゃうんです。で、まあ、なんとなく歌ってるうちに、覚えちゃったりとか、お客さんが歌ってるのを聞いて覚えたりとか、なので、まあ、多分ね、まあ、ちょっと、どこからどこまでっていうわけじゃないけど、まあ、多分、2005年ぐらいまでの曲なら、まあ、大抵は歌えるんじゃないかな。
そう。ただ自分じゃこれ絶対歌わないなっていうのもあって、まあそういう人たちはねちょっと苦手だけど、私はね浜崎あゆみさんはなんとなく敬遠しちゃうかな。そう、好きか嫌いかって言ったらまあちょっとみたいな感じ。あと、小室ファミリー、懐かしいね、小室ファミリーだって。そう、の曲とか、もうちょっと敬遠しがちかな、TRF とかもちょっと敬遠しがちかな、みたいな感じはあるんですけども、敬遠しがちだからって、歌ってって言われれば歌えるみたいな感じ。じゃあ、まあ誰もいなくて誰にも忖度しないで、歌を歌ってるときはどんなことを歌ってるかというと、まあ一人カラオケ行ったときは、今日はあ行、明日はさ行みたいな感じで、まあ、あ行の知ってる歌からもう順番に入れていくって感じ。もうとにかく。そう。あ行がパーって入れていく。そう。で、まあ、知ってる曲がなくなるといい行に移るみたいな感じで、で、飽きるまでそれをやってる。そう。なので、まあ、ひどい時は、朝早く入って、夕方とかまで歌ってたことあるし、なんだったら、24時間ずっとカラオケボックスで、寝て食べて歌っての連続してた頃もありましたね。まあ、そんな中で、まあ、何でも歌っちゃって歌うんですけども、アニメの曲、アニメソングが歌いたい日はアニメソングだけみたいな日もあるし、そう、逆に、ポップスばっかって時もあるし、ほとんど英語喋れないのに知ってる英語の曲を片っ端から入れて、英語の曲だけを歌ってるって日もあるし、そう。まあ、誰もいない時はもうね、前アレンジみたいな感じで、もう本当にその曲、こんな曲だったっけみたいな感じで、まあ、いろんなアレンジしながら歌っちゃいますけども、そう。まあ、なんだろう、誰かにっていうわけではなく、自分の心に聞かせたいっていう曲もあって、まあそういう歌はですね、まあ私、人の前でもそうなんだけど、そういう歌を歌うと自然に私は号泣しちゃうんです。なので、まあ、よくね、歌いながら人前でも泣いてます。まあ私がね、これ私に歌わせたらもう泣くよ。ダメ、絶対入れないでっていうのもいくつかあるんですけど、例えば、母参加なんてやばいですね。そう、母参加はもうイントロ始まってから、まあ、歌い始めて、絶対最後までもうおかしくなるぐらい泣いてしまいますね。あとは、キロロのね、未来へとかね。そう、ベストフレンドとかもやばいですね。そう、あっこら辺もやばいですね。あとは、中島みゆきさんのファイトとか、そう、銀の竜の背に乗ってとか、そう、あと、中島みゆきさんもね、私大好きでよく歌ってるんですけども、そう、TOKIO がね、歌って、話題になったの、空船は中島みゆきさんの曲で、中島みゆきさんバージョンがあるんですよ。で、まあ、空船なんかも一人の時歌いながら、号泣してますね。でもね、ハード系も好きで、セックスマシンガンズとか、一人でね、叫んでますね。X ジャパンも好きですね。そう。ただね、B’z とかね、TM ネットワークとか、ルナシーとかは、あんまりなんですよ。そうそう。まあ、好きな曲は好きだけど、まあ、わざわざ歌うって感じじゃないかな。そう。その代わり、ブルーハーツとか、尾崎豊さんとか、長渕剛さんとかは、まあ、ガンガン歌いますね。その代わりって言ったんだけど、サザンはね、あんまり。そう。でも、チューブは歌うの。そう。チューブも一人で燃え上がってる。あとね、大黒摩季さんとか、小比類巻薫さんとか、そう、島津亜矢さんとか、演歌も結構歌うね。長山洋子さんとか、坂本冬美さんとかも結構歌うな。あとは、なんだっけ、新沼謙治さんとかも好きね。あと、
北島三郎さん。さあ、なんか北島三郎さんが亡くなったとかどうかっていうのをなんかちらっとなんか YouTube かなんかでちらっと見たんだけど、調べてなんだけど、もし亡くなってたら、ご冥福をお祈りします。もし生きてたらごめんなさい。そう、まあね、ブルーハーツも好きですね。うん、もうブルーハーツと共に過ごした15歳の春みたいな感じだったんですよ、私。うん、そう、まあ、好きな曲はいっぱいありますが、そう、海外だとね、オネスティとかね、イーグルスのホテルカリフォルニアとかね、ホテルカリフォルニアね、歌いたくなるんですよ。そう、66歌えないのに。そう、あとね、トップオブザワールドとか好きですね。うん、まあ洋楽はね、メジャーなところしか歌えないんですけども、そう、ジャニス・イアンとかも好きですね。そう、あとはヒーローとかね。私の言うヒーローはスクールウォーズのヒーロー。ヒーローもいっぱい曲ありますよね。そう、ポニータイラーさんの歌ってたヒーローの日本語版が、まあ、スクールウォーズで歌われてたんですけども、ポニータイラーさんのあのヒーローもね、ものすごい迫力なのよ。まあ、ポニータイラーさんが歌ってるヒーローは、YouTube であるので、まあ多分ね、聞いてみると、もうその迫力に震える。まあ大体私ね、女性ボーカリストは、迫力のある歌声の人好きですね。うん、大好き。そう。だからね、中森明菜さんとかも好きだし、高橋真理子さんとか、加藤登紀子さんとか、好きですね。うん。そう。まあ、高橋真理子さんの曲も、まあ、ほんと、ごめんねとか歌いながら、ほんと歌が、もう、泣きすぎてごめんねって感じの歌になっちゃったりとかね。そう、すごい好き。うん。それ、まあ、カラオケ行きたいな。もうさ、もう今収録してるのは、もうすぐ15時なんで、まあ、これ収録終わったら、まあ、お風呂入って寝ようかって感じなんだけど、今日はね、明日お休みだし、夜も仕事、深夜も仕事ないので、まあ、集中スキンケアして、まあ、体もね、僕はもう、綺麗さっぱり、栄養たっぷり与えて、寝ようかなと思ってるんですが、そう、まあ、こんな日にカラオケ行ったらもう、オールナイトレッツゴーみたいな、オールナイト古いな、おい。まあ、そんな感じになっちゃうんで、まあ、行きませんか。そう。もう飲み放題延長、歌い放題みたいな感じの、そう、一人で大暴走しそうですけども、うん、まあね、まあカラオケは我慢して、今日もイヤホンでガンガン音楽聴きながら、まあ音楽聴き始めるとな、もうテンション上がっちゃって寝れなくなっちゃうんだよな。うん、まあ、それでも今日はね、たっぷり音楽を体に染み込まして、眠りたい気分なんです。はい、どうですかね、皆さんカラオケボックスってどうなんだろうな。まあこれを聞いてられる方は、まあ、データ上ですね、私と同世代か、まあ、もうちょっと上の方々が多いんです。うん、そう、どうなんだろう。私はね、まあ、一人ぼっちというか、まあ、一人なので、まあ、一人でカラオケさっと行けちゃうし、まあ、行きたいと思えば行けるし、なんだったら深夜、私ね、夜の11時に起きるんで、起きてからカラオケ行きたいと思えば、まあ、全然行けるし、まあ、全部ね、カラオケまだ空いてるし、そう、なんだったら、飲み屋さんもね、一番近い飲み屋さんとか、一番近いスナックまでだってな、ほんと5分かからないので、まあ、どこでも行けるっちゃ行けるんですけれども、まあね、まあ、今は16時間断食に集中しようというふうに、まあ、思ってて、なかなかうまくいってる時ばっかりじゃないんですけども、まあ、ようやく100日目に到達しようかと。まあ、今週はね、しっかり反省会も、2週間分の反省会もしようと思ってるんですが、まあね、体重全然落ちてません。うん、まあ、102キロ前後から、まあ、固まったように、そう、もう3、4週間ぐらい動いてないですね。その間、まあ、いろいろありましたけど、まあ、今日もね、
帰ってから、野菜たっぷり天ぷらそばを食べて、まあ、天ぷらそばだって天ぷら食べ過ぎでしょみたいな。食べて、そうよもぎもいっぱい食べて、まあ、まだね、お腹の中、まあでも胃にもたれてるって感じじゃないんだけど、まあパンパンみたいな感じ。そう、これはもうちょっと空かないことには寝るに寝れないみたいな感じなんですが、そう、どうだろう、一人カラオケ行きますかね。いや、みんなカラオケ好きかな、好きだよね。そう、嫌いってことはないな。まあでも私たち世代だとまだ若い頃にカラオケ、いや、どうだね、どの世代でもやっぱカラオケ苦手って人はそりゃいるかな。そう、でもまあ、私は小さい頃からもうね、ラジカセを鳴らしながら一人で部屋で歌いまくってたっていうタイプなので、まあ、声出して歌うの大好きですよ。うん。そう、まあ、ギター始めたのは本当もう、5年ぐらい前で、まあね、毎日練習してるわけじゃなくて、ほんとんど練習できてないので、まあ、下手っぴのままですけども、まあ、ぜひね、16時間断食が進んでいって、まあ、今はね、月2万ぐらいずつ、まあ、投資して、まあ、パソコン周りの環境とか、マイクとかをし、あの、うんと、システムをちょっとずつ構築してるんですけども、16時間断食に合わせたものと、配信に合わせたものを中心ね。まあ、それが落ち着いたら、サイレントギターを買って、まあ、毎日サイレントギターでちょっと練習したいなと思うんですが、声を出さないで、サイレントギター本当静かだから、まあ、声を出さずに家でも、まあ、ギター弾く、部屋でもね、ギター弾けると思うんだけど、まあ、声を出さずにギター練習できるかな、私。もしかしたら、なんか、小声で知らないうちに声を出しているみたいなことがあるかもしれない。まあ、それでも、まあ、サイレントギター欲しいなと思ってるんですよ。まあ、7万円ぐらいなんですけどね。まあ、私にとっては今7万円はなかなか重くて。じゃあ、まあ、副業でもしようかっていうふうな気にもならずに。そう。うん。ダメなの。お金のために仕事しようっていう、気持ちにならないの。お金がないから仕事しようじゃなくて、やる、あの、うんと、自分がやりたいから、この仕事やりたいからっていう興味までいかないと、仕事したいって気にならないのよ。そう。今は、そんなにね、本当私の収入って月11、2万なんだけど、全部の収入で12、1、2万なんだけど、まあ、家賃、電気代に、とか、電気代にだいたい5万。そう、食費に3万ぐらい。で、残りは、16時間断食に関するものに、まあ、食べれないもの。そう、洋服もそうだし、まあ、洋服もそうだし、まあ、お化粧品とか、まあ、スキンケア用品とか、あとは、まあ、パソコン周りなんかに、まあ、投資してるって感じかな。まあ、そんなわけで、まあ、欲しいなら仕事しろよと言われたんだけど、まあ、そこまでもう仕事を増やしてまでって言われると、ちょっとしょぼんとしちゃうんだよね。それだったら、もうちょっと、私の、YouTube 周りをしっかり手入れして、皆さんに聞きやすい音声でとかさ、もうちょっと面白い内容を研究しようとか、まあ、そっちに時間が費やしたい。っていうのが正直なところなんです。はい。まあ、それでね。それで、まあ、ちょっとね、今日は、本当カラオケ歌いたいっていう気持ちだけで話し始めたんだけど、まあ、ちょっとね、ひるびる放送局の中に、違うな、映画大人の教科書っていう、まあ、コンテンツ、ポッドキャストをやってるんですが、まあ、これに関してなんですけど、これに関しては、ゆくゆくは、ヒルビル放送局から独立して別のチャンネルにしようと思ってます。はい。まあね、なんだろうね、なんだかんだ言って、アクセス数がまあそこそこあるんです。はい。まあ、ヒルビル放送局は今ね、ごっちゃ混ぜ状態で、まあ、もともとは16時間断食の記録用に、まあ、練習というか、勉強とか、YouTube 再開、ちょっとお試しみたいな感じで始めたんです。はい。まあ、それで、思いつくままコンテンツ立ち上げて、やってみたいままやってるっていうのが正直なところなんですね。で、まあ、ヒルビル放送局
を、まあ、今後どういうふうにしていこうかっていうのは全然まだたどり着いてないっていうか考えてもないようなことなんだけど、映画大人の教科書とかに関しては、まあそんなに遠くない未来に別チャンネルとして独立しようかなと思ってます。まあ、今週、まあ、このポッドキャストの中で喋ったかどうか忘れちゃったけども、アキナちゃんの映画は、まあ、3年間の約束を破って見に行こうと思ってるんですよね。まあ、そうですね、私、まあ、現状、まあ、1ヶ月に2、3本だったら、まあ、映画見ても、まあ、餓死することはないだろうっていうような状況なんですね、今。そう。だから、まあ、どうしても見たいなっていう映画は、まあ、すでに見に行って、まあ、その感想なんかを、まあ、もう含めて、まあ、もうちょっと、映画に関する、まあ、ポッドキャストを、積極的に発信してみたいなと思っているところもあって、映画に関しては、まあ、そんな遠くない未来に独立させようと思ってます。はい。まあ、と言いつつね、まあ、いつっていうことは決めてなくて、ライブ配信用のカメラと、まあ、大体ね、1万円ぐらいなんですけども、私欲しいの。まあ、カメラと、ライブ配信用のね、今このままだと、かなり画像処理しないと明るく見えないので、まあ、ライブカメラ用の、発信できるようなライトと、そう、を買って、ライブ発信環境ができてから独立というふうに考えようと思うので、まあまあまあ、早くても8月、9月、遅ければ年内みたいな感じで、まあそんなに、長い、遠く、近い話じゃないんだけど、まあそんな風に思ってるんです。で、まあ、まあなんでライブってかというと、その、大人の映画の教科書だっていうのは、もともと Facebook の長岡市グループ向けに、発信することを前提にしてやってるんですけども、Facebook 長岡市グループに、アップしてるのを、まあ、そもそもライブ発信でやろうというふうに思ってるんですね。まあ、まあ、ポッドキャストみんなそうですけど、基本的に、止めたり切ったりつなげたりということを全然してなくて、はい、さいとか、はい、さよなら、バイバイまで ずっともう回しっぱなし。そう、回しっぱなしで撮ってます。まあ、なのでね、どれもまあ、ライブっちゃライブなんだけど、まあ、せっかく Facebook グループでやってるので、まあ、もうちょっとね、ライブ感たっぷりの配信にしていきたいなと思ってるんですね。同時に、ライブっていうことでは、私がやってるもう一つの、チャンネル、まあ、マコイズムって呼んでますが、まあ、実際は本当のタイトルを決めてなくて、ショートムービーに関しては、今、英語、フランス語、イタリア語、トルコ語、アラビア語、日本語で、防災に関する情報を発信してます。で、まあ、動画の方は全然機能してないんですけど、動画の方でね、私が、いつもっていうか、まあ、最近サボりがちの、英会話勉強ソフト、ドリンゴと、一回触ってみていいなと思ってる、スピークっていうサービスがあるんですよ。で、ドリンゴとスピークを、1日、30分ずつ、ライブ発信しながら勉強するっていうのを、まあ、もう一つのチャンネルの方でやっていきたいと思って、それもライブ発信を考えてるんですよね。スマホの画面をパソコンに映しながら、ライブ発信をしながら、英語を勉強すると。そう、まあ、外国向けにね、発信しようと思って。私はね、やっぱ外国の人、日本人ともそうですけど、外国の人と、やっぱいろんな話をして、いろんなことをまた、知って確認して広げていきたいと思ってるんです。で、まあ、この昼ビル補足も、まあ、もうちょっとね、私の心のリハビリが、取れてきたら、まあ、いろんな方と、対談するような感じのものにしたくて、まあ、ちょっと今後調整していきたいなと思ってるんですが、まあ、それもこれもね、対談するにしても、ウェブカメラいるし、私のこのパソコンだけじゃ、ちょっとね、もう、スペック的にも、いっぱいいっぱいなので、そういう環境を含めると、まあ、今年年内いっぱいは、まあ、無理かなと。そう。だから、まあ、サイレントギターも、まあ、今年中は無理だな。そう。まあ、来年の今頃までに変えたらな、って思ってます。はい。
まあ、そんなわけで今日はですね、カラオケが歌いたい歌いたい歌いたいカラオケ歌いたいギター欲しいよっていうお話から、そう、なんとなく今妄想してる範囲の今後についてちょっとお話ししてきました。はい、まあ、今週は今日で終わりになりますけど、またね、来週もサボらずサボらずサボらず続けていきたいと思いますので、皆さんまた来週楽しみにしててください。今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。はい、Mキャストマコネ、また来週、バイバイ。